どうもかげやんです今日はですね良、えー、くなるように必然から偶然が運ばれるということについてお話しさせていただきたいと思いますちょっと今のタイトルのことではちょっと意味がわからないかもしれないんですけどもその自分がねこうルーティーンでこうやってるとしますねそれが必然ですよね その必然でやってることの中から、えー、偶然が生まれてですねその偶然によってそのより良いものをこう得られるということがあるということですね、えー、僕はちょっとその昨日ですかね昨日にちょっといつものようにねメルマガのねチェックをこうずっとしていったんですねでメルマガのチェックをしていってですね、えー、いつも毎日とか1週間に1回とかいろいろある。 メルマガの中にですね1ヶ月に1回ぐらい発信されるメルマガがあったんですね。でそのメルマガを、えー、開けてですね、えー、見たんですけどそのメルマガの内容の中には僕の,僕の中に気づきというかなんかこう。 えー、新しいものとかそういうものは得られなかったんですけどもそのメルマガから紹介されていたブログですねでブログをちょっと開けたんですねでブログを開けたことによってブログの内容でなくですねブログのそのシステムによって僕にとってその新しい情報というかこれからこう、えー、役に立つというかその これはあれこん,なんあったたやといいう気づきを、えー、与えていただいたんででですすねねこのようにです、ね、だからメルマゴパッド見てるだけであればですねそ,そこで終わっちゃうんですけどそこから偶然ブログを開けてでブログを開けてブログの内容はたし大したことないことはないんですけどそのブログの内容はまああのー、うーんという感じで別にうなずく程度やったんですけどそのシステムのやり方にあっ こういうや,やり方があるんやとほな僕も導入しようということで、えー、これから、えー、僕にとってこう大きな、えー、その情報ですねを得ることができたという経験があったんですねだからその必然を必然で終わらすんではなくてですねそこから偶然があるんでそれをこうしっかり見ていくとですねそのより良いものをこう得られることがあるとだから必然偶然とこうあるんですけどもその 偶然をこう結構大切にした方がいいかなと。で必然から生まれるものっていうのは自分の考えた頭の中で健在意識で考えたものだけであるんでですねそこまで大したことはないというか僕のその考える頭の中で考える考えられるだけのことでやることってできることっていうのはもうあんま大したことないです大した能力がないんでね。そそれよりもこかからなんかこう ひっついてなんか偶然でこうなんかよよよ引き寄せられるものがこうありがたいものであるっていうそういうことを、えー、よりこう感じることができたんでそういうことを大切にしたいなというふうに思いました。ということで、えー、すちょっとややこしい言い方ですけど今日はそういうことをお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます